激戦を伴う逃亡の末、曹操は帝を自らの本拠許昌に迎え入れた。曹操はそのまま帝をいただくと、許昌を新たな都とする。皇帝、万民が畏敬すべき絶対的存在、それもまた力の一つ。曹操の名は天下の群雄の心に刻まれるところとなった。その翌年、曹操は南へとその視線を移す。慶州の炎上を攻め、そこに居座る長州を討つ。方針を定めた曹操は大軍を率い、一路炎上へと向かう。長州は恐れおののくと、すぐさま降伏を宣言。その証にと、曹操を炎上での首席に招く。そこにあるのは卑屈か策謀か、いずれである、今は前へ進むのみ。曹操と天意はあえて虎穴にいるのだった。悪雷天意、派手に暴れてやれ。いかがでしょうか、曹操殿。この長州の降伏の証たる主公、お気に召していただけたでしょうか。あ、おやおや、酒が足りませんでしたか。すぐお持ちしますので、どうぞごゆるりと。これで良いのだな、書くよ。まずまずといったところですね。ではこちらも宴といきましょう。殿、やはり小賢しい策であった。わしの命預けたぞ、天意。お任せください。くしょう、小古い真似しやがって。殿はわしが何としてもお守りします。まずはここを抜けねばならない。宴の座標にしては不思議だが、罠を見れば帰らせてもかえなくなる。こっちだ。おお、アグラよ。私を窮地から救うのはやはりお主だ。見事よ、お主の
天へ。神主の武器、わしが求める力そのものを。仕掛けを組んでおるが、注意して進まねば、このまま間に合う。この程度の罠はものともしない。思った以上に手強い方々だった。
傷でなお戦おうとされるとは。ならば我らも共に戦います。卑劣なる地獄主に一矢報いましょう。早急な手当てを必要とは。粘らく決着をつける。炎を見るで長州は西側に隠れているはず。ここはまず場外の敵を一掃しようか。楽しくなってくる。もう打尽にするため、曹操の軍か。よもや見つかってしまうとは。とは何や敵だと。まだこちらは本体が来ていないというのに。楽しき戦ぶり。よし、兵を尽くした。これでこちらの準備は整ったかな。我ら流氷軍の準備は整った。長州攻勢に転じるならば今ぞ。よし、開門、開門せよ。今こそ流氷軍と連携して王都を撃つのだ。不平だと。これが最後は皆やられたのか。そうそう、いつの間に不平など。
ちらの罠にかかった。一気に押しつぶすとしようか。皆の規範となるよ。これからも勝利せよ。一つ問う。お主、長州に主に準ずるか、それとも己が才、策に準ずるか。これは感じの悪い質問だ。才だ。俺は己の才と策に命をかけた。未練はあるが悔いはない。さあ寄ってくれ、天意殿。よかろう。かくよ、ならばその際我が元で震え。王徳、本気か。天意がいなければわしの命はなかった。こやつの英知、使い手があろう。それにしても見事な武勇よ、天意。お主は古の英雄アグラに比するやもな。いや